え皆様こんにちは、えー、本日の動画はですね、えー、タイトルにもある通りなんですけれども、えー、今回この富士フイルムの X-H2 を使って、えー、発熱のテストをしました、えー、この問題はですねここ数年本当にあのまあ、問題が浮き彫りになってきていると思うんですけれども、えー、新しいカメラが出ましたって言っても、まあ、ハイスペック化されてるわけですよね他社よりすごいオートフォーカスだぞ すごい連写の性能があるぞ動画だって 6K8K 動画に対応しているぞなんていうねこういう記事もありますけれども当然普通にそのまま使えるわけではないです、まあ、ここ近年本当にそに発熱の問題っていうのは直接もうその撮影できるかできないかみたいな問題になってきてるわけですよこの日本でもですねもう連日34度5度 6度7度なんてね30度を超えて当たり前の気温ですけれどもその中あの外でですね例えばイベントのステージを撮影するよ何かスポーツの大会を撮影するよっていう時に自分の持っているカメラでどの設定で何分ぐらい撮れるのかそういったところってなかなかやってみないとわからないわけですよ。例えばお子様が野球部で、 野球の大会に行った時にご自身が持っているカメラでどのモードで撮影すれば何分ぐらい撮れるのかっていうのはねなかなかわからないので撮影し始めたら高温の警告が出ちゃってカメラがシャットダウンしてしまったなんていうねそんなことになってしまうともうその後使えなくなってしまいますからねバッテリー抜き差しぐらいじゃなかなか復活しないのでまあそれの問題が私自分自身で、えー、ちょっとこれはって思ったのが XT3 とかですかね その頃にちょうど 4K 4K60P の,の 60P に対応したんでですすよおすごいいじゃないかって思ってて思ね、まあ、ちょうどその時は私持ってた時が暑い季節だったので晴れた日の屋外でね海辺に行った時だったかな海辺に行った時にちょっとあの砂浜とかでねあのいい感じの映像を撮りたいなと思ってあの三脚に据えて撮ってた時だったと思うんですけどもその時に気づいたらシャットダウンしてましたね録画してたら。それ 4K60P で 設定してたと思うんですけどもだから結局あの発熱を抑えるために 4K30p にして本当はその海の流れるところとかを、ね、スローモーションにしたりとかそういったことをしたいので 60p に、えー、でしたいなっていうところはあったんですけども結局そうやってあのフレームレートを落としたりとかもうそれでもあの発熱の警告が出ちゃってたので結局フル HD に落としたりとかね今のお話聞いて皆さんどう思いますか せっかく 4K60P に対応したって言っているのに 30P とかフル HD に落とさないといけなくなってしまったとしかもですよそれが例えば XA シリーズで XA シリーズでまあ中古で45万で買ったカメラとかならまだわかりますよ中古で4万円のカメラが熱で止まっちゃったまあ、仕方ないかなって 違うカメラ持ってきたしそっちで撮ろうみたいなねそんな感じでなると思うんですけども18万とか20万出したカメラがね、えー、私がその後使った XT4 もね発熱で止まりましたけれども XT3XT4 はちょっとその辺りがね不満だなと思ってましたけれどもねうんまあそんな感じで本当にあのその後も EOSR6 なんかも発熱で実際に止まりましたし EOSR5 も止まりましたし 発熱で止まっちゃうんですよね私が自分で使ってる環境だとそんなに長時間録画しないからいいかと思って 60p とかね、まあ、4K モードに設定したりすると熱で止まっちゃうなんていうねここ数年本当に仕方がないなと思うんですけれども、うんまあ、そのあたり対策されているのが一番ここ最近ねあの例えばあのソニーの FX30 とかそのあたりがすごくお買い得でいいんじゃないかなとか思ってましたけれどもねあとは えっとキヤノンがその後出した EOSR5C とかねあの辺もファンが内蔵されてますよねあとはソニーの α7S3 なんかも熱にある程度強いっていう評価をされてますよねそうやって例えば、あのー、動画をもう長時間撮影するっていうことが想定できている場合はそういったもうある程度熱に強いぞっていうモデルパナソニックのカメラですとかそういうものを選んだ方がいいんじゃないかなとは思うんですけども まあそれは最もない意見ですけれどもね自分が買った20万円のカメラが熱で止まっちゃって設定を落とさないといけないなんていうのはね本当に私それがね不満なんですよねうん、まあ、そこがねあのーまあ、今回 XH2 をえー買ったところでですね、えー、確かめたかった部分でもあるんですけれども実はですね、まあ、前回の動画でも言ったんですけれどもソニーの α6700 があの発表されましたよね その α6700 は本当にジェラルド・アンドーンさん以外の方はみんな 60p に設定すると15分で落ちますとか25分で落ちちゃいますとか 4K60p はとても、ね、あの屋内の撮影であってもちょっと長時間は撮れないぞっていうね答えを出してましたけれどもこの富士フィルムのカメラに至っては先行レビューアーの方はほとんどその連続撮影時間のこととかは触れてないんですよ。 これあの私、YouTube で検索して、XH2 の話題が出なくなるところまでずっと下スクロールしてってね、いろんな動画チェックしましたけど、ほとんど発熱のことには触れてない上に、触れていたとしても、ファンがつけれるから大丈夫じゃないみたいなことを言ってる方とかね、先考レビューの方って大体やっぱりメーカーの方からやっぱり受け取ってるので、かなりやんわりとね、言った表現が多かったわけですよ。うん あとは 4K30P で撮ったところ、えー、何の熱警告もなく撮れましたよそれでオーバーヒーティングチェ,スチェックだなんていうね、えー、ことを言われている動画もありましたけれども、まあ、正直 4K30P だったらまあ大体の今あるカメラじゃ、えー、と発熱で止まったりはなかなかねしないですちゃんとモニターをオープンにしておいてでまあ普通の使い方をしてればね炎天下の直射日光に当てたりとかしなければ 4K30P であれば大体どのカメラも普通に使えます問題なのはそのハイフレームレートの撮影とか、まあ、晴れた日の屋外暑いところでの撮影そういった時に問題が出てくるわけですけれどもでは果たしてこの XH2 ほとんどもうオーバーヒーティングチェックなんていう動画がない中で実際にどのくらいまで使えるんだろうっていうね XH2S の方はねやってらっしゃる方がねちょこちょこいましたけれどもエニフさんなんかはもう 30分もすれば停止しちゃうよっていう動画がありましたしあとはあのあのダンスとかをえ撮られている、えーまあ、方の YouTube がありましたけどその方は x h 2 s、えっと、4 2 2ビットの2 0 0セカンドで 4K60p を2時間ぐらい撮れたっていう動画とかありましたけれども熱停止についてっていう動画が検索すると出てきますけれどもうん。 まあその方はねあのシャットダウンせずに2時間ぐらいバッテリーが尽きるまで撮れましたっていうレビューをしてましたけれども果たしてこの XH2 でどのくらいねあの、まあ、発熱の耐性があるのかとこういった室内ばっかりの撮影ではないですからね、うん、その辺りせっかくこれ 8K まで対応してるわけですから、まあ、8K 動画1時間ぐらい撮れるよっていうレビューとかもねあの検索すると出てくるんですけれども。 果たしてまあ、私は、ね、正直 8K 動画は使いません、まあ、ですけども、まあ、6.2K とかあとは 4KHQ とかは、ね、あの使うつもりで買ってるのでその辺り 4KHQ モード、まあ、8K オーバーサンプリングなんていう、ね、すごい膨大な情報量の動画になるので、まあ、果たしてどのぐらい撮影できるのかっていうのが、ね、あの楽しみであるんですけどもで今回のテストなんですけども、えっとまあ、エアコンをね エアコンを効かせた室内で、えー、チェックしてますなのでかなり条件は、ね、緩いです。ちょっとあの半袖だとね、半袖だとあのちょっとねあの、寒いかなっていうぐらいの、まあ、20度ぐらいかな、今、室温、うん、20度ぐらいの室温で、えー、チェックしてます。ですので、まあ、かなり緩いテストにはなるんですけれどもね、取、まあ、れて当たり前っていうぐらいの、えー、状況から、ちょっと負荷をかけた、えー、設定までちょっといろいろやってみますので。 その設定をちょっと今からご説明させていただきますね。それではまず初めに試したテストはですね 4K の 30P で4 2 2ビット2 0 0 m b p s という設定で1時間ほどテストしてみたんですけれどもこれはあのあ後からいろんな映像を付け加えますけれども今回はこの映像はありません。というのもですね 4K30P を えー、涼しい室内で撮るなら撮れて当たり前なのでこれはあの、まあ、今回1時間を目安にテストしてるんですけれども1時間、えー、撮った後にちょっと、えー、電源を切ってですね持ってみたんですけれども全然あのあの熱があの、まあ、熱くて手を離すとかそんなことは絶対にないのでもう本当にこうやって手に乗っけても全然あったかいかなぐらいの発熱で済みましたねこれはあの、えー、晴れは晴た日の屋外とかね。 例えば部活動を取るときなんかでも全然あの長回しには対応してるんじゃないかなって、まあ、環境にもよりますけども、まあ、安心して回せるかなっていうところが分かりましたこの設定だとただ422のンビットになるとねかなりその情報量が多いので、まあ、お使いのパソコンでねあの再生できるかどうかっていうところはまたあの別の話になりますのでそのあたりは自分で一回設定してみてねあのパソコンで再生してみてくださいえー、まあお次の設定なんですけれども まあ私が今回あの動画でね設定することが多いかなっていうところは 4KHQ モード 8K オーバーサンプリングこれはあのちょっとねあの家の周りのものとか撮ってみたんですけどもすごい改造感でですねまあディテールがくっきりしていてすごくあのとてもとてもシャープに映ってましたもうニコンの Z9 今この撮ってる Z9 でまあオーバーサンプリングモードで撮ってるようなねそんな感覚ですごくね あのよく映ってましたもうこれをあのこれから録画する時には使いたいなって思っているので果たしてこのモードでどれだけ撮れるのかなっていうねそこがあのチェックしたかった部分ではあるんですけどもまずその 4KHQ モードで設定したのは、えー、100Mbps200Mbps420 の 10bit と422の 10bit 両方試しました。そしして、えー、使用したカードはですね まず SDXC、キングストンの128ギガ、キングストンのこの SD カードと、あとはですね、CF エクスプレスカード、これ3つ使いました、このパーギアとエンジェルバード、そしてデルキンの512ギガ、3種類試しました。なので結構たくさん私、テストしたんですね、そう考えると。 ただね正直ぶっちゃけた話ねあんまり自分のあの20万円も出したカメラにね負担はかけたくないですけれどもぶっちゃけただどれだけ撮れるのかっていうのはね知っておかないといけないところなので私みたいに本当にあの、うん、一発勝負で撮り直しできないよっていう状況がある方はね本当にそういうところはあの把握しておくべきだと思うのでどのモードで何分撮れるかっていうところはね知っておくべきかなと思うのでえまずは えー、422の10ビット、えー、200Mbps で、えー、1時間ぐらい撮ろうかなと思って回してみたんですよねもちろんこのちょっとね肌寒いぐらいの気温なんですけどもそれで撮ってみたらえっ、ー、と、まあ、40分ぐらいかな、うん、ちょっと今映像出しますけども40分ぐらい経ったらですねちょっと私気になったので触ってみたんですよねこのボディをそうしたらですねもうものすごく暑かったですあの 今までカメラいろんなこうメーカーとかいろんな機種を使ってますけれどもその中でももうシャットダウンしちゃうんじゃないっていうぐらいの暑さでしたえっとモニターを、えー、モニターはねオープンしてで、えーまあ、三脚に据えて、えー、撮ったんですけれども正直あの警告が出ていないんですよ黄色警告すら出てない状態なので最初はあのまあ興味本位でねどんぐらい暑いのかなと思ってちょっと触ってみたんですけれどもただ まあ正直な話、もうその40分時点でですね、シャットダウンした方がいいんじゃないっていうぐらい暑かったです。なので、私、45分ぐらいかな、回ったところでね、電源切りました。もう暑いので。で、暑くなっていた箇所としては、おそらく一番暑いなっていうのは、ここですね。まあ、この辺りが一番暑かったですね。で、その次がね、ペンタ部分かな、この上辺りが暑くって、そ、ま、こ、あの部分もかなり暑かったですけども、えー、 まあ、暑さの、ね、表現としては、えー、と触った時に「あっち!」ってなるぐらいの暑さではないです。それもそこまではいかないですけども触っていてえ、まあ、3秒ぐらいかな。うん、3秒ぐらい123って数えたら「あっち!」ってなるぐらい。わかるかな <laughs> うん。「あっち!」ってほどじゃないですけども123「暑熱くなってるな」ぐらいな。 まあなのであんまりこう普通動画を撮影してて感じることのない暑さもうかなり暑くなってたのでまあ40分ぐらいで切ったわけですけどもそう考えた時にまあこの動画を見てらっしゃる方の中でえっと CF エクスプレスカード問題なんじゃないのって思われる方がいらっしゃると思ってあえて同じ設定で今度はそのキングストンの SD カードにして撮ってみたわけですよ。結果なんでですけども同じ設定で SD カードに変えて撮ったら発熱量はね正直体感で、まあ、ほぼ全く変わらなかったです40分ぐらい撮った時点ではなのでカードによっての発熱量が変わるっていうことはまああまりなさそうですねそもそもがもうこれボディの中が多分かなり熱くなってると思うのでうんどのカードを使ってもおそらく変わらないなと思って、まあ、一応念のためですけどもデルキンと あのエンジェルバードでも全く同じ設定で試しましたその結果どこを触っても、まあ、40分50分時点ではほぼ変わらないですね発熱量はこれはまあ体感の部分ですけれどもそしてそれがねあのまあ設定を落としたらどうなのっていうところも自分で確かめたかったので 100Mbps に落としてそして420の10ビットにしてえ撮ってみたんですけれども これも正直ねあんまり触っても変わんないですね40分ぐらい撮ってみたんですけどももうモニターの裏の辺りとかも暑ちょっともうこれ冷ました方がいいなっていうぐらいしかもこれがあのちょっと肌寒いくらいの室内で撮ってその結果なのでまあこれは本当にあの屋外で 4KHQ なんかを撮られる想定の方はかなり注意した方がいいですねこれはあの、 まあいろいろね検索していると、まあ、ウェブサイトなんかも YouTube のサイトなんかもいろいろ検索にヒットしますけども、まあ、あのゴードン・レインさんっていう有名な方がいらっしゃるんですけどもその方のねブログを見ると同じようなことが書いてありました、まあ、どの設定にしてもあの何分だっけな100分ぐらい撮れたよみたいな、うん、長時間撮影できたよって書いてあるんですけどもいずれの設定でもボディーがかなり熱くなりましたよっていうちょっと今その映像を出しましょうかね、うん かなりボディが熱くなりましたよっていうちょっとこれ日本語翻訳ですけどもえそういうことをゴードンさ私もかねがね同じ印象ですけれども、まあ、自動電源オフ温度っていう項目自体はですね長時間撮影するのに、えー、まあ長時間撮影できるよっていう対応するあの、まあ、目的の設定ですけれどもあくまでもカメラの発熱量を減らすとか冷却する機能ではないので。 まあその警告が出るとかあのシャットダウンするのをある程度温度を、ね、上げる設定なのでその絶対値っていうか、うん、ハードルを上げる設定なので、まあ、もちろんこれを設定することによって今私も、ね、1時間撮っても 4KHQ で、えー、熱の警告も出ないしシャットダウンもしなかったのでこれはまあすごいあの、まあ、長時間撮影には対応できるかなっていうところなんですけども。 まあ私の個人的な意見ですよもちろん個人的な意見では 4KHQ6K、まあまあ、ましては 8K はテストしてないですけどもその,あの負荷がかかる設定でしたらあの30分ぐらいまでに想定していった方がいいんじゃないかなって思いますね。これはあの目に見えない部分ですけどもボディへの内部の熱ってかなりすごいことになってると思うんですよ。うん まあ40分ぐらいでそのぐらい発熱するので目に見えない部分ですけどもかなりのダメージが入っちゃうと思うのでできれば30分ぐらいまでの録画に抑えたいなっていうところ連続撮影はね。とっつけたり切ったりするのがまあ多くなってくる方も多いと思うので例えば 4K19 とか 8K は1分2分のショートムービーを撮って後からつなげるよみたいなそういった編集される場合はあまり気にしなくていいと思うんですけども何か例えばイベントのステージを撮りたいから でも綺れいな映像で撮りたいから 4KHQ にしたいとか 6.2K にしたいっていう方は30分までをめどにし,たいとしといた方がいいんじゃないかなしかも室内でですね晴れた日の屋外とか夏の季節は正直長時間撮影したい場合はもう 4K30 p に最初から落とした方がいいと思いますうんこれはまあ私の持論ですけれどもね 今回行った 4KHQ そして 6.2K の撮影ですけれども設定できる部分としてはもう本当に一番高い設定ですとプロレス HQ のね 4KHQ でも 900Mbps かな 939Mbps ぐらいまで設定できるんですけれどもそんな膨大な情報量のねあの設定から 本当にあの 50Mbps なんていうね軽い設定までいろいろ設定ができるんですけれども、まあ、今回その 200Mbps で 422.bit っていうところまあ大体基本的な私,私が使う設定で、えー、撮ってみたんですけれども正直今回シャットダウンは一度もありませんでしたノーシャットダウンですうんこれはあの逆に言うとですよ熱に強いって言えるのかなって思うんですよねこれはちょっと何とも言えないところなんですけども 例えばですけども、あのーまあ、メーカーさんもね 8K 動画に対応するっていうことでもちろんそれはね私が例えばさっき言ったように123秒ぐらい触って熱ってなるぐらいの温度それぐらいでしたら想定内だと思うんですよねもちろん。もちろん何,回何十回何百回って多分テストしてるでしょうから。 まあそういったねあのー、ところで、まあ、そのぐらいの発熱だったら例えばその開発者の方の前でチェックしてですね私がほらすごく暑くなってますよって言ったところで、うんまあ、このぐらいの暑さだったら別に大丈夫ですよって言われると思うんですよね、多分、うん、いんこんな暑くなるなんて想定外でしたよなんて言わないと思うんですよ。うん もちろんそのののぐらいのテストはしてると思うのでなので私がちょっと神経質になりすぎてるのかなっていうところもあるんですけどもただ私あの富士、まあ、フ,フィルムだけじゃなくていろんなメーカーのカメラをいろいろ使ってきているのでもちろんあの、まあ、高い設定で動画とかもいろいろなカメラでね動画何時間も撮ったりとかしてますけれどもうん、まあ、正直なところ こんなに発熱することってもしあったらもうカメラの方がシャットダウンしてるよっていうぐらいね熱で停止してるよっていうぐらいの暑さだったのでまあほにあのその辺りはね個人の考え方次第だと思うんですけどもただそれでも自動電源オフ温度っていう項目が実際に使えるのでそれをこうにしてまあそのまま撮影し続けて1時間2時間と撮っても大丈夫だよっていう答えが多分その富士フイルムさんの答えなんでしょうね。ということは まあセンサーとかはそれなりに発熱に強いって言えるのかなうんまあそういうところですけども私はそう考えてはいますけれどもね今のところ私が思っている以上に熱に強いんだなっていうところだと思いますただ私はまああまり自分のねその20万円以上出したカメラにそこまで負荷をこのテストでかけたくないっていうところもちろんそのどうしてもどうしてもしょうがないなっていう状況だったら負荷をかけますけれども この室内のテストでねそこまで負荷をかけたくないなっていうところで、えーまあ、40分とか1時間で録画止めましたけれどもまあ、おそらくそのぐらいならメーカーさんも想定内なんじゃないのかなって、えー、そういった、えー、考えですね今回は、うん、シャットダウンはありませんでしたと、えー、この辺りで、えー、締めたいと思うんですけれども、えー、もしですよもしこの XH2 ユーザーさんが私のこの まあ小規模でやってるチャンネルにね、もしたどり着いてこの動画を見てくださっていたらですね、大変お手数なんですけれども、お願いしてよろしいですか。XH2 で、私が今回行った設定、4 2 2ビットの、えー、200Mbps あたりで、4KHQ、または 6.2K で、まあ、40分とか1時間ぐらい、えーまあ、部屋の中で、エアコンの効いた部屋で撮影してみてですね。 どのくらいボディが熱くなるのかっていうのをちょっとやってくださる方いらっしゃいませんか大変お手数をおかけします。で、えー、撮影した後にですね、えー、こう持ってみて「え全然私のカメラ熱くないけどな」とか「全然肌に当てても大丈夫だけどな」「全然熱くないな」っていう方がもしいらっしゃればですよコメント欄の方にそれ書き込んでいただきたいなと思うんですけれどももしそれでその4 k 1 9が大して発熱してないよっていう方がいらっしゃったら まあ、もちろん私のこの買った個体が初期不良とか何か基板センサーバッテリーの不具合か何かで発熱量が多くなってるのかな、まあ、そういった初期不良みたいなことも考えられますので、まあ、それまたマップさんに相談しようかなと思うんですけれども本当にそのあたりはねあのもう大変お手数をおかけしますぜひよいたらよろしくお願いしたいなと思うんですけれども、まあ、そんなこんなであの、まあ、今回の答えとしてはね、えーまあ、私の環境ですと 4K、HQ とか 6K、8K 撮られる方はまあ30分ぐらいをめどにした方がいいんじゃないかなと、うん。連続撮影はそのぐらいがいいんじゃないかなと。まあそういった答えでした。えー、私、えー、SNS やってますのでこちらの方に、えー、このもう XH2 で撮ったお写真もちょこちょこ投稿してますけれどもね。えー、ぜひフォローといいねよろしくお願いします。えー このチャンネルは、えー、主にカメラを始めたばかりの方向けにやってます、えー、よろしければ、えー、チャンネル登録お願いいたします今回はちょっとあの海外のね、えー、動画の方とかにもちょっと需要あるんじゃないのかなということでちょっと英語とかもちょこちょこ入れたりとかね、えー、翻訳とかして入れてますけれども <laughs> まあ、ぜひ皆様、えー、これから、ま、テストをする動画とかもやってますのでよろしくお願いします、えー、それでは最後までご視聴ありがとうございました、えー、失礼します